鎖が魔術の稽古は、この独特な武器を扱うための技術的なスキルは、もちろん、戦術的な知識と精神的な成長を目指します。鎖が魔術の稽古プロセスには、以下のような要素が含まれます。基本技術の練習。鎖の操作。鎖が魔術では、鎖を操る技術が非常に重要です。これには、鎖を振る、投げる、 巻きつけるといった基本的な操作が含まれます。鎌の使い方、鎌を用いた攻撃技術も重要で、正確に相手に当てるための突きや切りなどが練習されます。応用技術と戦術、マイナス絡みと制御、相手の武器を制御したり、相手自身を絡め取る技術は、鎖が魔術の特徴的な部分です。ここれらの技術を習得することで 実戦での応用範囲が広が広ります距離感の管理鎖が魔術では鎖の長さを利用して戦闘における距離感を自在に操る能力が求められますこれにより有利な位置から攻撃を仕掛けたり防御に転じたりすることが可能になります型の練習型の修練鎖が魔術には技術や戦術を体系化した型が存在します 型を通じて一連の動作を流れるように行うことを学び技術の精度と効果を高めます精神収容集中力の強化鎖が魔術の稽古は高度な集中力を要求されます一つ一つの技や型に集中することで精神的な集中力と冷静さを養います忍耐と持続力繰り返しの基本技術や型の練習は 忍耐力力と持続力を養います技術の向上には時間がかかるため継続的な努力が必要です。体力の向上全身運動鎖が魔術の稽古は鎖を操る動作や鎌を扱う動作を通じて全身の筋力特に腕背中足の筋力を鍛えます。また柔軟性や持久力の向上にも寄与します。 鎖が魔術の稽古は、この武器固有の技術の習得だけでなく、戦術的思考と精神的な成長を目指す包括的な訓練です。現代においても、その伝統的な技術と精神は、古武道の一つとして継承されています。